ジョーゴメス代表出てましたね左サイドジョー・ゴメスとラッシュフォードでねすごいなんかあの何でしょうね野生的なうん天真爛漫な左サイドになってましたね、うん、自然体の自分に正直な左サイドの2人でしたね。 で、それの話で言うと、あの、ブラジル対イングランド見たんだけど、ブラジル対イングランドはもうあれだね、なんかこう、前線の選手がさ、もうベリンガムいるわ、ワとキンソもいいし、みたいな、ホーデンいて、みたいな、なんかすごいライスもいて、すごいメンズだなと思うんだけど、もう、マグワイアがドカドカ運ぶから、もうバタバタしてって、それどころじゃないんだよね。 なんか、ものすごい美味しい料理が、皿の上に乗ってんだけど、ウェイターがガシャガシャガシャンって持ってくるから、もう、トトとトとととみたいになって、その、技術楽しめる余裕ないみたいな。ドカドカマグワイアだからさ、キャリードカドカだから。で、ウォーカーがさ、クリアした時にマグワイアの後頭部にボール当たってさ、シティで見たことないじゃん。ウォーカークリアした時に、ストーンズとかルベンディアスの後頭部にボール当たんの。でもマグワイアってあの、お笑い的な星に生まれてるんだろうね、あれね。<laughs> いやマグワイアマグワイアだねで <laughs> そんなマグワイアがめちゃくちゃ仲いい選手いるのよ誰だと思うこの答えはピックホードもうねあの マグワイアがミスって危ねえっても自作自演みたいなさ、そのクリアしたり、もうピックオードが無茶苦茶な処理して、危ねえみたいになってマグワイアクリアするみたいなあんじゃん。その時にピックオードとマグワイアだけサムズアップしてたりとか、なんかもう、大きくハイタッチして、俺らやったったなみたいな。その、あの、かつての CL の時のミリタントアラバみたいな、なんかね、本当にもう熱いバディ感でチーム俺らが根っこで支えてるぜってやってるんだけど、全部自作自演で。<laughs> で、やっぱ、 ピックフォードとマグワイアの、ほんとこの二人こう、根っこで仲いいなっていうね。その哲学合ってる感じがすごかったなぁ。だからもうあれ見て、もう、どうしたいのっていう。<laughs> サウスゲートどうしたいのっていう風に思うね。繊細で美味しい料理出したいのか、なんかこの牛丼かっくらえみたいな料理出したいのか、どっちっていう。コルウィルストーンズホワイトみたいな風にしてなんかこうね、洗練された一流の、みたいな。ね。 このデスクトップミュージックみたいにしたいのか、もう死なれグルーブだーみたいな、青春パンクだみたいにやりてえのか、前の方の人たちはこういう感じで後ろがもう <laughs>、<もう笑>ガッチャンガッチャンだから。そうだからね、イングランド、ブラジル見るときすごい質の対決王とかさ、ブラジルがなんかこう、スターがいなくなった中でどうなるのかみたいな見ようと思ったら、もう全然見るところがもう、マグワイヤーのドカドカをチルウェルがどうカバーするかみたいなとかさ、なんか見方が全然ね、 高級料理に蜂蜜いいああ、そうだね。だから、あの、千鳥さんの漫才でも、すごい繊細な料理作って、最終的にタルタルソースぶっかけるっていうネタあるけど、あんな感じがしたらなんか、何でもやっていいって言われたら逆にやりたくなるな。 お互いキックセとそこそこいいかなんかいろいろ勘違いしてるそうだからだからあれよくあるんだけどそのどのコミュニティでもさ正しいこと言ってるやつより声でかいやつの方が強くなるこれ結構大事でだからって声でかいやつが悪いかっていうとまああの何ていうの客観的に見たら悪いんだけど客観的なんてその客観的な人は客だから客が見るで客観的だからその場に影響力与えられないんですよ僕がイングランド代表のスタメン決めるわけじゃないじゃないですか だからこそ主観が大事で主観って何で決まるかっていうとその場での喧嘩の強さなんですよで言うとマグワイアとかピックホードには喧嘩の強さがあるでしょやっぱパワールとか組んでに喧嘩の強さあるけどサリバはちょっと引いちゃうとこありそうなんだよねあの顔の優しさとかだから正しいことを小さい声で言うより間違ったことを大きい声で言ってる方が人には伝わるんですよメッシが一番うまいとエメルソンが最強だったらこっちの方が本当のの方で言ってそうじゃんピップなんか 大岩さんが名称こっちの方が絶対いいじゃんそういうことだから人生ってだからこそこれで、まあ、最初の笑い話としてはいやマグワイアとピックオードで始まってるんだけど実際はマグワイアとピックオード笑じゃなくてマグワイアとピックオードにみんななんなきゃいけない俺が正しいってやんないと正しいことすらその場所では伝わんないからだからみんなでしっかり重要なところで負けちゃいけないところで圧出していこう そう負けちゃいけない時ってあるからね。そう、ハったりでなんとかなるし、なんとかなってきた歴史見てるからな。どかどか運びます。そっちだ、そっちだね。<laughs> メッセージ伝わんなかったな。そうマグアイや、そっちだね。そう、そうダンクやらかし。だね。やっぱりクリアの重要性ね。あれあるよね。あとは、ね、エンドリキはどんどん良くなってきそうっすね。成り上がりストーリーみたいなのもなんかで見たけど。本当に、エンドリキはロナードに世感あるね。あと、ビトルロケがね、バルサ行ってなんか私生活がうまくいってないって話を聞くけどね。 あと、花大事ね。あの、ブラジル代表ネイマールとかさ、この花ある人いなくなったけど、みんなでちゃんと守備するんだよね。それが強いんだよね。やっぱビニシウスがさ、しっかり、この、フォワザチーム精神あってさで、ロドリゴもそうじゃん。で、どっちも10番とかなんかその、エースになっても、悪いエース感というか、こう、サボるようになっちゃうエース感は出さないから、やっぱ、エンバペとデンベレだと確実にエンバペが格上だから、エンバペだけ休むようになっちゃうとかあるけど、ビニシウス・ロドリゴだとそこを曖昧になるし、 しっかりどっちも守備するしあとラフィーニャもめっちゃ守備するっていうあとやっぱりパケタはペップが欲しがるの分かるぐらいうまいっすねやっぱりあのウエスタハムいるとプレス体勢どんどん上がっていくねどうかどうか運ぶよマグ合あア,イア <laughs> <laughs> みんなが大好き戻り散る可変を知らないななみさん プレスはノリだよ大岩さん <laughs> みんなも作っていいよ <laughs> そのギマナイスの強度高いねドカドカ走るよマグワイヤー <laughs> 負けても笑顔のロイホジソン <laughs> サンスゲーターはマグワイヤー重宝する気持ちレオさんに理解できますか共感はしにくいですけど理解はできますねセットプレーが大事だから特に攻撃のセットプレーでマグワイヤめちゃくちゃ重要でしょ だって押し込んでも最後の1点遠いチームってセットプレイ決めきれないじゃん。だからあの、ペップシティとか実際流れの中の攻撃美しいけど、ペップシティってほとんど支配できるじゃないですか。で、相手押し込んで最後の1点遠いって時に、やっぱ決めれる選手でハーランドだし、そこのセットプレイのデザインしっかりしてるからコーナーキックからの得点があるから。そのコーナーキックの得点率上げるの誰だっつったらま、具合やだからっていう。そこかなって思ってますね。まあ、攻におけるセットプレイの重要性。 ホイルンド10番的プレイ好きな9番って感じ。そうだね。だあの、ファーガソンみたいな感じだね。でもファーガソン欲しがってるよね、ユナイテッド。んかああいうタイプ好きなんだろうな。タディッチのゼロトップとかやっ,たやってたしね。ええー、真イは代表でスタメンなんだね。それだけあれでしょうね。セットプレイの攻撃を重要視してるんでしょうね。攻撃、まあまあ空中戦とか。だからあの、あれじゃん。イングランド別に戦術的かっていうとそういうシーン少ないけど、セットプレイでさ、あの、一列並んでとか、あの、バスケのスクリーンプレイみたいにして決めたりとかあったじゃん。 あそこら辺、サウスゲートとか、サウスゲートの信頼してるコーチがこだわってるから、セットプレーで得点源になれるマグアイアって考えでしょうね。あそこの状況証拠を整理するとね。でもあれですよね、生態で言うと全くしない選手で言えばマグアイアですよね。あれマグアイアのさ、今日さっきツイッターに記事貼りましたけど、ロホがマグアイアミスバックしてるから自分の方を出せみたいに言ったら、あのスールシャールが、いや、クラブがすごいお金使って取ってきた選手だから出さなきゃいけない,いなやっぱスールシャール政治仮説あってたよね、これね。 まあ言った。そういう風に。上に気使えるから、勝つこと徹底して上に皮肉言っちゃって嫌われるモーリーニョとさ、あれこれ、記者会見場に水しかないってことは、その分補強資金であるってことだよね、みたいな。スールシャルみたいに。いや、上が言うから俺は従うのよって。すごい合ってたなと思ったし。で、言ってるロホなんだけど、ロホもそんな良い,いプレイしてないっていうね。<laughs> <laughs> なんならロホだったらまだマグアイアの方が良かったんじゃないかな、あの時みたいな。マグアイア悪くてもさ、ロホ出せっては多分あんま誰も言ってなかったと思うんだよね。バ の方が良くないみたいなあったけどさ。すごいそれなかったあの記事見て。言われれば確かにと思わない。今のマグワイアよりね、あの時のマグワイアの方がね、うん、まだいいっていうのとね。だからあの、バイリーンも言ったじゃん。なんかこう、出番を確約されてる選手がいるみたいな。そうあれ、あれ言っちゃってさ、今マグワイアが出れてなくてリサンドロ・マルティエスになってて気分いいよって言っちゃってるところがロホだな、みたいな。ロホさ、もういけると思ったら突っ込んでぶち抜かれるとかさ、変なファウルして体調とかあるからさ、今回の記事もそうじゃん。 あ今、マグアイア弱ってる。行ったれでさ。で、僕はね、イングランド人の有名 YouTuber だったらぶち抜かれてますからね。<laughs> そう、だから、まあ、バイリー守ってあげたいっていう気持ちは、気持ちだけじゃないですけど、まあ、僕が守れるってるうわけでもないんでね。俺もシャーなしであいつ出してんねんっていう立ち回りが、そう,うと思う、うん。だからその辺とか、まあ、ユナイテッドがね、そういう、変わりきれてなかった時代を彷彿とさせ、彷彿とさせるニュースですよね。で、それはね、やっぱり、僕はエルネニー思い出したんですよね、今回のニュースで。 どう考えてもロコンガより良くてもエルネに出ないとか、昔だとジャカがめっちゃミスってた時期とかもベンゲル時代とか、やっぱり移籍金安い選手はそういう扱いされんのよ。牧野さんだったからもうその移籍金ゼロで行ったらまあ出番与えられないみたいな。ほんとそうなんだよね。だってね、去年もうちょっと早くエルネに使ってたらさ、だからやっぱり移籍金をしっかり払われて、投資だから、 投資したら回収しなきゃいけないじゃん。移設金が払われないんだったら給料もらわなきゃいけないですねで。イブラとかはそうでしたよね。接近払われてないけど、給料めっちゃ高かったからいないって言ったし。あ、名費ソされたのそれもあると思います、ね、だからそういうのめっちゃあると思うよ。そう。だから出番を得たいんだったら金を使わせるっていう。それがね、僕の場合ありがたいのがオーナーなんで、監督権。別に、アイムとかオーバーとかね、 村正給料払ってるけど、別に他の選手の方がパフォーマンス良かったら、いや、関係ないよ。だって別にその損を俺が被ればいいんでしょって感じだから。そこ健全な競争をさせれるからいいけどね。でもそうじゃなくてね、オーナーがお金出します、監督が判断しますってなるけどなると、オーナーからしたら、いや、俺金出したあの選手使ってよって圧力かけれちゃいますからね。圧力っていうか普通に経営的な要望ですからね。だから、今サッカーやってる皆さんぜひともたくさん接金取って移籍しましょうって。接金入れてね、移籍しましょうって思いますね。 一番謎の,の今のマガイアが代表では現役最強センターバックみたいな顔です。画面で出てる。いやー、頑張って拠点張ってると思うけどね。僕は、マガイアはビクビクしながら試合出てるように見えますけどね、今。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J d が排ー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。